泣いて止めちょる、泣いて止めちょる。がっこりの下。もう離した瞬間吹っ飛んで、出して飛べちゃいましたけど、本日はアルとうなちゃんのパックで、来ております。今年最後の、量ですね、おそらくね。なんでうなみなじゃないかというと、みなちゃんがちょっと生理来ちゃったんで、お留守番でございます。みなちゃんは、ゆきちゃんは元気に回復中です。じゃあ現場に行きましょう。こっちから行こう。いや、くわえてないな、これは。でかいな、ホタラ。早すぎなぁ。あ、食らっとんな、でも。確実に食らってた、食らってる。どこまで行ったかな？え？なんか三発も使うの嫌だな。いや、もう勝負はあったかな。勝負あったね。
でっけえ。うわ、100はないけど90はありそう。うわ、油すごいよ。いちごどうぞ。とりあえず100ぐらいの一つ取ったよ。はいはいはい、まだやれと。やるさんすまあでも油はすごい。あれだろ、どうやんないかな。まあ、お疲れ様でした、ありがとうね。最後に怪我ないかいね。怪我ないね。いやすごい突進やったな。こーら、うわー、どこ当たったかがちょっとあれですけど。ちょっといやいやいや、動かんでこれ絶対。いや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 、動かない。血がよく抜けるようにしよう。いやこれは100オーバーやな、完全に。やめてね。まあどこ当たったかの検証は後でいいわ。うわーちんちんで、金玉でっか。いやーし、ちょっともうちょっとやろうか。疲れちゃった。おった、打った打った。取ったら終わろうか。田村です。取った？どうやったか。小さいです。転げたか。多分転げてないですね。やれやれ、よし。まあでもここまで追ったらいいでしょ。ちょっと1ラウンド終わりにしよう。っていうかもう年末なんで終わりましょうかね。ちょっと早めに終わって。サバ缶とあれは搬出にめちゃくちゃ時間かかりそうやな。あそこまで来ちゃうの。おお、そこまで来ちゃうんじゃ。ほんと中にね、もっといいもんあげ。かなさん、ブリは正月のブリは今釣れるで。え、釣れる。お、ヒラメ、ヒラメのポチを養殖場。80何本あったで。養殖場から逃げたやつでしょ。80ぐらい。